冷蔵庫に焼肉のタレ眠っていませんか？こんにちは、元気ママキッチンへようこそ。今日は焼肉お豆腐サラダを作ります。ボリューム満点なのにさっぱりいただける夏にぴったりのサラダです。では作っていきます。とその前に畑に大葉を取りに行きたいと思います。後ろの方ではジージが畑をやっていますね。なんとも平和な風景でございます。アフレコ結構難しいですね。今日はサラダにわかめも入れようと思います。今塩わかめを戻しているところです。そしてきゅうりはスライサーで薄切りにして塩、2つまみほど回しかけておきます。わかめの塩抜きが終わったらよく洗ってちょっと端っこをハサミで切って食べてみます。ちゃんと塩分が抜けてるようです。はい、ではキュッと水気を絞ります。そして食べやすく切っていきます。切れてませんね。トマトもヘタを取って一口大に切っていきます。ちなみに使う野菜はお好きなもので構いません。塩をしたきゅうりは10分くらい置きました。手でキュッと水を絞っておきます。そして大葉はくるくるくるっと巻いて千切りにしていきます。まずフライパンは熱しておきます。そして豚バラのしゃぶしゃぶ用のお肉を 250g たっぷり使います。 300g でも結構この料理は分量はねもう適当適量で作れちゃいます。もちろん豚肩ロースのしゃぶしゃぶ用とかでも構いません。で今油は特に引いてません。もしねくっつきやすいなって不安な方はごま油をね少しね引いてくださいね。もう今日は豚バラは結構ね油分があるので油を引いていません。はい、そしてここでちょっと日本酒をね大さじ1ほどで下味にお塩をちょろっと下味にお塩をちょろっと入れて焼いていきます。焼肉のタレを後で使うんですけども焼肉のタレだとちょっとベタッとした味になりがちなのでちょっとここでね軽く塩をしておきます。お肉は食べやすく切っておいてください。切り忘れすいません。でもすぐできちゃいます。半分以上火が通ったらもう冷蔵庫に眠っている焼肉のタレを大さじ3ぐらい入れます。どうでね、ちょっと火を弱めてあとは絡めていきます。結構しっかりめにお肉は味をつけてます。なぜならもうこのお肉がドレッシング代わりになります。もう野菜とかお豆腐にはね一切味をつけませんので。はい、でも豆腐は1丁丸々使います。もう今日は私は木綿を使ってますが絹も大好きです。絹豆腐を使う場合はキッチンペーパーを巻いてちょっと重しをして水切りをしてください。で大きめのお皿にポテト入れてでこの中で軽く崩します。ぐしゃぐしゃにしないでくださいね。まあもうこんなもん軽くねこうやって崩します。はい、そしたら
塩もみしたきゅうり、もう一回ちょっと軽めに水気を切ってもうぐわっとのっけていきます。きゅうりにあとトマト、まあもうね、お好きなだけ、お好きなお野菜を大葉、ね、ここでもう一回あれで、わかめもね、お好みで。いいですか？そしたら先ほどのね、しっかりめに味付けしたお肉を乗せます。豆腐が隠れてしまった。完成です。では早速味見したいと思います。豆腐をねガツッと、トマト、わかめとね、いただきます。材料は適量でも作れるので、ぜひこのお料理で夏を乗り切ってください。